簡単 DIY マイチャンネルです。おじいちゃんの私が DIY した8畳のスペースとまだ DIY できてない8畳のスペースの間に本当はここにドアがあるんですよね。でもおじいちゃんなぜかこのドアを取っちゃったんですよ。そうするとですね、なんか前言ったじゃないですか、お風呂の配管のところちょっと爆発しちゃってて、で、なんか配管から匂いがするんですよね。で、なんか他のトイレのところとか奥にあるんですけど、そこもちょっと匂いがしちゃってて、やっぱり臭い部屋って嫌じゃないですか。なんか夜とかめっちゃ気になるんですよね。だから、ここの DIY した8畳の安全なスペースとちょっと臭い部屋とスペースを分けるためにこのアコーディオンカーテンをつけたいと思います。でですね、このアコーディオンカーテンはフォーマックですね、で買いました。フォーマックで買いました。でこれ初めてアコーディオンカーテンつけるんですけど、今から開けて頑張ってやっていきます。で今の部屋の状態としてはこんな感じなんですよね。わかりますかね。ここが DIY、 ここが DIY したこのドアのところが DIY した部屋のスペースで、でそしてくるっと向きを変えるとこのドアを取ってしまったもう8畳の部屋のスペースが出てくるんですよね。で全然装置とかしてないのでちょっと汚いんですけど、ちらっでこのトイレすごいドア可愛くないですか。この取ってドアノブか、ドアノブすごい可愛くって気に入ってるんですけど、ここのドアトイレもやばくってですね、まあ後でちょっとまあ動画作っていきたいと思ってるんですけど本当にやばいです。でお風呂のところもやばいんでちょっと早く仕上げちゃいます。開封していきます。まあ、ここまではね普通に開封するだけなんで普通にできると思うんですけど、まあ、重さとしてはまあ、軽くはないですけど、でも女の人でも普通に持ち上げれる重さですね。まあ、形はちょっと厳しいかな。あ、中に入ってたのはこの蛇腹のアコーディオンカーテンと、なんだろうこれ、レールですね。レールが入ってるってことはネジも入ってるのかな。え、ネジ入ってない。え、これどうやってつけるの。説明書とかなのかな。あ、あった。この取っ手のところにネジの部品ありました。書いてますね。でまずは、ドライバーが必要なんだ。ドライバーと家電の子レールのカットシューズ、ドライバーとの子、ま、頑張ります。この上ですね、ここの上に長さをまず合わせちゃった方がいいみたいです。でこの時になるべく穴が両端の穴をなんか端と端のところに穴がちゃんとくるようにした方がいいみたいです。でまずは大体の長さで切ってっちゃおうって思うんですけど、こんなもんなの。まあ
ぱいしたら嫌だからまず長めに切っちゃいます。超ズボラなんでとりあえずこのドライバーでですね、こんな感じで印つけちゃいます。でこれをノコで切っていきます。で先ほど印つけたところ、ここですね、ここをこのノコギリで切っていきます。いや前、ね、実はなんか指切ったんですよね。だからノコギリで切るときは十分に気をつけて切っていきます。足で押さえて切ってます。これ多分プラスチックだと思うんですけど、硬さはまあ木とそんな変わんないですね。切りやすさとかも、でも100均の木より太いからなんかあまりバキって変なところで折れなくていいかも。やられる、手が休み休み切ってきます。切れてきた。これもうなんかパキっていけそうじゃないですか。あ、いけた。よし、でこれを長さが合わせてきます。私部品なくしちゃうんで何本あるかちょっとねチェックしながらはめていきます。このネジは13本あるみたいです。2本は予備、ありがたい予備が入ってる。でこの板みたいのが3枚、方向としてはですね、このなんていうか切れ込みが入ってる方が下で、このまっ平な方が上になるみたいです。まずですね、止め方としてはこれを真ん中と思ったんですけど、難しすぎて無理でした。なのでこの仮止めテープ、100均の眉とか気になってたやつを使って止めていきたいと思います。でこれを両端に貼っていって、でその後に真ん中に仮止めしたネジを止めていきたいと思います。
状況としてはこの仮止めを2箇所してでこんな感じなんですけど見えるかな、曲がってますね。最初ですね、あのこの木のに入れ込むのにかなり力いりますね。力っていうか、うん、ちょっとね塗ったりして今まで DIY してたけどそれとはまたちょっと違う、ちょっと難しさがありますね。仮止めが今ちゃんと正しい位置に来ました。でこの後ですね、この両端のテープを取っていきます。端のテープを取ったらですね、ここのレールをこう一回横につけたやつを縦にして、でこの先端についている滑車をこう横にした状態でここに入れていきます。これをこうですね、これをこう、これをこう入れて、で次のも滑車両端の横にしてこうで、ここも入れていって、でこれを全部入れていきます。でこれを入れ終わったら全部のあのこのレールのですねネジを止めていくんですけど、今は仮止めなので真ん中辺のネジを止めて、そして完全に止めてしまわないでネジの3分の1か2ぐらいを入れたところですね。でこれが最後のレールです。これを横にしてこう、でこれが全部入り終わったらこうやって横に、そうですね、でそれでネジを止めていきます。先にですねこのネジにプラスドライバーをこういう風にはめ込んじゃってから、まっすぐ穴に向かって垂直に入れていきます。カーテンが横にあると邪魔で回せないので、このアコーディオンカーテンは回すところにはないような状態、横に避けちゃってから回していきます。でもしこのネジが回しづらいよっていう時は、最終的にですよ、このネジの長いものをサイズと合わせてホームセンターとかで買ってやるともっとやりやすいかもしれないですね。なかなか天井に向かってこう上に向かってやるので、あのキッチンの取っ手とかとは違ってこう手がつりそうになります。でこれはあの斜めになったりするとアコーディオンカーテンが引っかかっちゃうので、
できるだけまっすぐなるように回していきます。ここの、 マグネットの部分とここのマグネットの部分が合っているかどうか確かめるためには、まず1本仮止め上にしちゃって、でこれを近づけるとこういう感じでくっつくんですよね。だからこのくっついた時を見て、この丸ポッチの釘の穴とぶつかってないかな、大丈夫かなっていうのはチェックします。下側もネジを止めていきます。でこれを、こういう風にですね、こんな感じでまたプラスドライバーで止めていきます。これもさっきと同じでいっぱいこうくっつけちゃって、でこっち側に当てて、あーこの辺だなーってたら、ここを押さえて外して、ね、
アコーディオンカーテンが出来上がりました、難易度としてはですね、塗り壁とかよりも結構難しかったです。なんかドライバーをこうドアのところのネジを回すのが結構力がグッグッっていりましたね。で今は磁石1箇所、2箇所、3箇所つけました、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました、グッドボタン、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ぜひ今後もよろしくお願いします。ツイッターも始めまして、ツイッターの方では動画の更新状況だったり、あとはプライベートのこととかもちょっとつぶやいていこうかなって思っているので、ぜひツイッターの方もフォローいただけると嬉しいです。インスタグラムもやってます、今後もよろしくお願いします。